モールに2日連続行っただけで店員にポップニーとってあだ名つけられたんだが、もうイオン行けないし消えたい、引っ越したい、辛い。お客様の声でその店員の名前でクレーム出せばいい。なんであだ名ついたってわかるんだよ。どの辺がポップしてるんだよ。私もおやつばっか買うこじきって言われてるよ。俺なんか買い物しすぎてもう割引クーポンすら出なくなったわ。俺もセブンイレブンで富田のつけ麺の人のあだ名がつけられてると思う。たった2日で顔覚えられるってすごくない？逆に何したら2日で覚えられるんすかね。土曜日なのにニートて。住んでるところクソ田舎なんだけど、チャリで行ける距離に最近でっかいイオンできたんだよ。本当に何もない街だからすっごいワクワクした。できてすぐは知らない街みたいに道が混みすぎて、まあチャリで行けば関係ないんだけど、人混みが苦手だからオープンして2週間後くらいに行った。ポップニート。人生楽しんでそうな感じのあだ名だな。入ってみたら思ってたより広くて感動した。最初はゲーセンに行こうと思ってたけど、結構きつい上り坂の上にあるから、汗かいて息切れもやばかったから。とりあえず休憩しようと思って、フードコート探したんだけど、ない。イオンモールの中を行ったり来たり、1階に行ったり2階に行ったりしたけどない。オープンして2週間経ったとはいえ人がまだまだ多くて思うように動けない。疲れがピークになったから、とりあえず飲み物だけでも買おうと思って、食料品のところへ行ったけどレジが激混みすぎて泣いた。なんでそのあだ名が自分だってわかったんだよ。ポップニート様ご来店です。レジ待ってる時間あればフードコート探した方がマシだって思ってまた歩いてたら、ウォーターサーバーの宣伝してるお姉さんにティッシュ渡された。女神だと思った。フードコートどこですかね？って聞いたらシカトされたから。あれれ？あの？って言ったらめっちゃ笑顔ではい？って返してくれて聞こえなかっただけかと思って。フードコート知らん？ずっと探してて言ったらまたシカトされた。2回目のシカトで心が折れたからもらったティッシュで汗拭きながら歩いてたら携帯ショップの客引きしてる店員と目が合った。すみません、フードコートどこですかね？って聞いたら、本屋の向かいですよって言われてあれ？本屋の前何回も通ったのになと思いながら行ったらトイレだった。イラッとしたけどトイレの近くに店内の地図？案内？みたいな掲示板見つけたからそれ見たらフードコートは建物が別になってるぽかった。とりあえず1回外に出るかと思ってさっきの店員のところに戻ってフードコート外なんですね母って言ったらは？みたいな顔された。挙動不審なんだろうな。買い物しすぎるとそうなるのか。昼過ぎだったのにフードコートめっちゃ混んでたけどモスバーガーだけちょっと空いてたからモスで食べることにした。注文するとき店員にマックじゃなくてモスなんですね。フードコートといえばマックかと思ってました。って言ったら苦笑いされた。無事昼ご飯も食べ終えたからとりあえずゲーセンに行こうと思ったんだけど、モスで飲み物頼むの忘れたから、喉渇いてやばくて先に飲み物買いに行くことにした。ジュース売り場に行ったらペットボトルになんかついてた。もうすぐイオンの中に映画館ができるらしくて、オープンしたらポップコーンが無料でもらえますよっていうクーポンだった。こいつはやっべえと思ってとりあえずジュース3本買った。レジが相変わらず混んでて辛かったけど無料のポップコーンのこと考えたら我慢できた。ジュース飲みながらゲーセン行ったらウォーターサーバーの女神がいた。無料クーポンでメンタル全開した俺は、さっきは忙しくて聞こえなかったんだろうなと思って、あのこんにちはって言ったらえ？って反応してくれた。なぜ無駄に話しかけてしまうのか。これ、ジュースについてたんですよ。お得ですよね。無料ですよ。一つお姉さんにあげちゃいます。って言ってお姉さんに渡したら、お姉さんえ？え？って言ってたけど、さっそうと立ち去った方がいいと思って、じゃあ頑張ってくださいね。って言って通り過ぎた。キモい奴が何度も話しかけてきたら店員の間で話題になるわな。これはうざいな。無駄に地雷踏み抜く行動力だな。これはこじらせすぎですね。俺の中では今のでお姉さんと付き合えるフラグじゃね？ってなってずっとニヤニヤしてた。ゲーセンがさっきの携帯ショップの近くだったからまた前を通ったんだけど、トイレの場所教えてきた店員がまだ客引きしてて、こいつはムカつくからクーポンあげないと思って。これ、ジュースについてたんですよ。無料だからまだあるかわからないですけどって言ってそのまま通り過ぎた。キモー。ゲーセンのクレーンゲームは確率機と半導体ばっかでクソみたいだったからがっかりした。音ゲーも微妙だしここはホームにできないな。と思って店員に、ラブライブの景品もっと置いた方がいいですよ。ってアドバイスして遊ばずにゲーセンを出た。一般人でももらったジュースを他人にあげるなんてことはしない。第一ジュースもらったぐらいでこの人優しいとはならないし、ジュースも買えない人に見られたと思って不快なだけだよ。これでまだ初日なんだよな。翌日にも無双したんだろ。警備員に通報されるレベルだろこれ。よく話しかけるね。あだ名は思い込みじゃない？一番の目的がゲーセンだったから、ゲーセンのクソさにがっかりしてモチベ回復するために、とりあえず全部のお店を回ることにした。ゲーセンの隣が子供用品とかおもちゃ売り場だったから、とりあえずそこから行くことにした。平日だったから本当に小さな子供しかいなくて可愛いな、と思って見てたら、無料クーポンのこと思い出して、すれ違う子供に、これジュースについてるんだよ、ポップコーン無料になるよって教えた。完全に子供たちのヒーローになれたと思った。これはポップニート。ポップニート逮捕されろ。ポップコーンのポップかよ。
完全に声かけのクーポンおじさんで草。他にもいろいろお店入ったんだけど、服屋の店員はたまに何かお探しですかって聞いてくれたけど、アクセサリーのお店とか手芸のお店の店員には古しかとされた。声かけてくれた店員にはこれ、ポップコーン無料になるやつジュースについてるんすよって教えてあげた。お客様の声コーナーがあったから、アクセサリーのお店や女性向けのお店の店員は、男性客への声かけができていませんでした。不愉快な思いをしましたって書いて入れといた。店から追い出されなかっただけ感謝しろよ。今回はここまで。次回中編をお楽しみに。チャンネル登録してお待ちください。ご視聴ありがとうございました。